組主催東野豊です。勝手に仕上がれ。本日のサラ組式白雪姫キャスト紹介はこの方。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。演劇制作隊 V-Red 3期、そしてラビット番長創立メンバーの西川智博でございます。わーい、西川さんだ。はい、西川さんは今回サル組式白雪姫で一体どんな役をやられるのでしょうか。はい、今回はですね、美女と野獣の美女役です。すげー、ほらついにあれですね、主演女優賞が狙えるということですね。まあライバルはエマ・ワトソンなんで。はい、エマ・ワトソンなかなかの強敵ですね。まあでもエマ・ワトソンと同じことはできないので、私は私なりのベルを頑張って演じたいと思います。西川さんの美しい美女姿、皆さんお楽しみにしていてください。はい、それではサル組式美女と野獣への意気込みなどあればぜひこちらにお願いいたします。そうですね、まあ美女っていう言葉自体皆さんのイメージいろいろあると思うんですけども、新しい美女っていうものを提案できればと思って、やはりあのこの令和の時代に合わせた令和の美女という形ですか ね、 ね、はい、皆さん新しい美女像ぜひこの目でしかと確かめてみてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サル組式美女と野獣、皆さんぜひ見にいらしてください。バイバーイ。本当は白雪姫です。